それを定義を入れるとこうやってなるよっていうやつなんですけど、ちょっとそれを見せてみますね。まず最初に人乗らない状態でやってみましょうか。ちょっとやりますね。わかります？これ見てもあんまりおーっと思わんしょ。これ蹴ってみるとすごいなと思うんだわ。ちょっと横からポン、こちらへ蹴ってみる。横から横からポン、もっと行って大丈夫。カウレイだ。いわいちゃったな。これもうちょっと喜んでくれるかなと思う。でも分かりにくいちゃう。分かりにくいよ。お兄ちゃんが次乗ってみようか。お兄ちゃんも一回乗ってみようか。もうなんかあんまりまいちゃうし。いこげ。せーの、で、ふいちゃう。ほら、もう。いや、いまいちゃう。これは彼がわざとやってるのかどうなのか僕には判断できないので。あ、そうですか。でこれをね、中学生の人に乗ってもらってもいいんやけど、一人乗ってみる、誰か。一人乗ってみる？僕、運動神経まあまあ大丈夫でしょ。でも来てはいけない。あのね、片方の足を持って、肩持って一回ちょっと。最初からで、それで最初それで水平にしてみ、うん、スイッチ入れるの入ってるのか、入ってます、はい、ほらこれ乗ってる子だけはすげえなって多分今思ってますで、どういう感想は、え、なんで聞こえへんね、あの、まあ、こんな感じ でこれはね、5年生が去年5年生がさっき作ったやつをさらに専攻化っていうのを改良したやつで、あの、彼が乗るとこれも自由にさ回転して入部できます、ね、で僕でも一応乗れます。こんな感じのやつなので、もし興味があったらまたね、あの、これ終わった後にちょっとだけ体験する機会があるので、もしよかったら来てもらったらと思います。であと最後にですね、オープンキャンパス の説明をあのこの後また最後にあると思いますけれども、学科でどんな展示をするのかっていうのは、なんかまあこういうロボットっぽいやつが結構いっぱい展示されてると思います。これは午前こんな展示をするんですけど、で午後にあの2テーマ選べるって言ったでしょ。あの4学科でそれぞれ2テーマずつ出てるんですけど、2学科のを選べて、さらにそれぞれの学科で1テーマなんです。で例えば電子制御を選ぶんだったら、この2テーマのどちらかです。一つはまあレゴを使って簡単な組み立てとプログラムをしましょうっていうのが一つのテーマです。でこちらのは電子工作です。これ楽器で指こうやって踏みになります、ね、でどちらかの方をまあ申し込んでもらったら、電子制御のやつはいいかなと思います。まあ、高っかのやつ申し込んで全然構いませんのでね。はい、ということで、次のテーマがのところに移動してもらって休憩してもらおうかなと思います。はい、でありがとうございました。でそれじゃあ次は機械工学科の方。お持ちください。忘れ物ないように。あ、じゃあこのお兄さんについてくれるかな。はい、僕についてきてください。